はい、グッドミュージックタイムレコードの DJ キビです。本日はですね、ゲストの方をお招きしての会になります。おたいレコードおたれこのですね管理人こと、陽介管理人さんです。はい、よろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。後編じゃないけどね。そうですね、はい、多分この動画を上がってるタイミングで、うん、おたれこさんのチャンネルで前編が、うん、そうですね。はい。まあでも、こっから見てもらったら全然問題ないよ。本編は、こっから。ですね。うん。はい。でも、誰かさんの方をぜひチェックしてください。ああ、はい。ぜひぜひ。はい。はい、で、今日はですね、うん、まあ陽介管理人さんが来てもらったというところで、うん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 、やりたい企画が、90年代のヒップホップ、うん、まあ、神アルバム5000みたいな形で、僕がちょっと選んだレコードを。神アルバムね。一緒に聴いていけたらと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、この企画のあれとしては、8月の11日に、ヒップホップの誕生日っていうのがあるんですよ。本当笑っちゃうような話なんですけど、さっきもねそれ話したんだけど何回聞いてもなんか笑える。笑いますよね、うん、まあ、ヒップホップの誕生日、はい、アフリカバンバータが、あ、バンバータが、はい、うん、提案をしたらしいんですけど、ちゃんとなんかアメリカの上院の議会かなんかにも通って、うん、本当公式的にヒップホップの日にすごいですね、なったっていう、うん、まあね、今でこそもアメリカのじゃなくて世界のね、うん、音楽の中心にあるのが、まあ、本当にそうですね、うん、なので、まあ、それを、まあ、でしかもそれが50歳の記念日というか、おお、すごい、50年の歴史ということになる、素晴らしいです、ね、はい、1973年、うん、確かクールハークが、まあ、プロジェクト のブロックパーティーを始めた日かなんかな、うん、みたいなんですけど、なるほどね、はい、で、うん、あ、まあいいよ、はい、すいません、いやいや、クールハーク一回ブッキングをしようかなと思ったんですけど、いや断られちゃった。あ、そうなんですか、うん、っていうのを思い出しました。ちょっと日付が合わなくて、あ、そういう感じだった、うん、そうそうそう、で、まあ、その、まあ、以前から実はリスナーさんから、うん、なんか90年代のアルバムおすすめ教えてくださいみたいな、うん、コメントが来てて、うん、で僕もいつかやろうと思って、うん、実はもう5枚選んでたんですけど、なんか一人でやるよりは誰かとやった方が面白いかなって思って、うん、いや、間違いない、そうですよね、うん、で、あとはまあ僕のリスナーさんが、うん、まあ、20代30代40代っているんですけど、なるほど、まあ、多分リアルタイムで聞いてるのって40代の方ぐらいかなと、かもしんないね、はい、うん、20代の例えば僕の動画でなめだるまとか、うん、椿とかああいう動画から入った人って、うん、多分90年代のヒップホップ聞いてなかったりとかもあるし、うん、逆にどれから聞いていいか分かんないみたいなもあるじゃないです か、ね、だからそれをちょっとまあおすすめできたらなっていう感じで、俺は1975年生まれの今47歳なんですけど、はい、その今の20代の子と、はい、僕らの年代で、で90年代とかさ、まあ、2000年代頭ぐらいでもいいけど考え方が全然違うの。あ、そうなんですね。そうだからもう俺らはいやもうお腹いっぱいですみたいな例えばエミネムとか、あ、エミネムとか、はい、なんだけど、はい、20代の子とかたまに普通にかけてるのね、はいはい、うん、そうですね、めっちゃかっこいいみたいな感じで、うん、で確かに普通に聞いて、あ、うんうん、かっこいいかっこいいって思うんですけど、 DJ ではかけれないとかさ、はいはい、やっぱそれは世代だからかもしれない、うん、そう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 、だからなんかちょっとねそういう世代間のギャップみたいなとこも含めてお話したいなと思いますけどね。なので、うん、まあ、その陽介管理人さんが、まあ、当時のちょっと空気感とかも聞きながら、やっていきたいと思いますので、はい、今日は5枚選んできました。まず、なるほど、早速1枚目、うんうん、まあ、これも僕の登録を見てチャンネルを見てくれてる人は予想ついてるかもしれないんですけども、うんうん、ナズのイルマティックですね、うん、はい、うんうん、まあ、もうこれはもうヒップホップ的名盤というか、まあね、いろんなレコメンドにも必ず入ってくる1枚だと思うんですけれども、うん、やっぱりその5枚選ぶって結構大変だなと思ったんですよ、うん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 、もういっぱいあるじゃないですか、うん、でその中でこのイルマティックはやっぱりそのいろんなプロデューサーが入ってる、うんうん、で当時の、一番のプロデューサーというか、うん、
DJ プレミア、ピートロック、うん、で、キューティップ、うん、ラジプロフェッサー、うん、あれラジプロフェッサー入ってないか、うん、まあそういういろんなあのプロデューサーが入ってるので、うん、まあこれを1枚聞けば当時のニューヨークが分かるというか、うん、ヒップホップが分かるんじゃないかなと思って選んだんですけど、うん、なるほど、はい、うん、実際まあどうなんすかねあ、なんか早速ちょっと反対意見が来そうな、ね、いや反対意見ではないけど、はい、当時イルマティック、はい、この前さ印南篤さんってわかる？いや、わかんないか。ちょっとあれ、ね、あのおたいレコードチャンネルで印南篤さんってあのブラックミュージックレビューとかを、はいはいはい、やってらっしゃった方と対談したんですけど、はい、ナズの話もあったかな。ナズの楽屋に行ってどうのこうのみたいな、なんか確かその話もあったと思うんですけど、はい、その結構当時出だした当時って、うん、まあこれ日本の空気感の話でいくとさ、ああ、はい、やっぱりその、まあ、僕はおたいレコードっていうレコード屋をやっていたので、うん、あれなんですけど、まあ、ある程度やっぱりレコード会社の打ち出しがどういう風なのかみたいなので、はい、結構変わってきたりとかはするんですよね。はいはい、ですからそのまあ、出てきてスコーンっていったっていう感じもなく、うん、当時はそう徐々に広まっていったっていうイメージが結構あって、だからそのイルマティックもそうなんだけど、なんかあちゃんと売れてきたなみたいな印象があったのは It Was Right からかな。2枚目ですね。2枚目ですね。でもう3枚目とかになったらあのツタンカーメンみたいなやつ、はいはい、ナストラダムス、ナストラダムス、ね、もうあれふざけてんのかなっていうね、うん、あのツタンカーメンでもうなんていうかね一般的なヒップホップのファンもしっかり聞くようになったっていう、そういう流れですね。だからあのイルマティックに関しては結構なんかこう後からなんか神格化されていったみたいな、後から神格化されていったっていう、はい、そういうイメージが強いかな。だからなんか当時売れてったっていう感じだと、うん、やっぱり It Was Right っていうの、まあ、セカンドぐらいからかなっていう印象はありますね。そうで大阪で一回僕ナズ見てて、あのいやいやあのフェスで、あサマソニーかな、サマソニーの時最前列で見てたんですけど、あのなんで見てたかっていうと、別にそんな好きじゃないんですけど、僕なんかあの嫌いでもないですけどサマソニーに、はい、そのトップのさ、はい、US のさ勢いのある若手のラッパーが、はい、バンで出るってどうなるんだろうと思って、あそっちの期待というか、そう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 まだ、サマソニーでその来日した時、はい、あれでもナストラダムスの前だよな。いや、あと多分ね、あとスティルマティックじゃないですか。2000年代入ってたと思うんですよ。なぜ来たの？一番最初ですよ。あそれはちょっと分かんない。あでも僕が多分高校生ぐらいの時、大学生かなんかの時に初めてそのサマソニーとしては初めてだったと思う。ナインチネイルズとかも来てた時だ、確か。あれビースティーボーイズ来てたかな。ビースティーボーイズも来てた。来てました。うん。バンドセットでしょ。うん。あ、ちょ、僕では思ってるのと違うかもしれない。ああ、うん。もっと前だと思いますよ。そうそうそう。本当に初期の初期。でその時になんか、うん、まだそのロックのところまではリーチしてないんだなっていうの。うん、ビースティーボーイズは。もうちゃんと数字持ってるっすよね、はい、まあちょっともちろんハードコアみたいなこともやってたから、はい、うん、っていうのがあって、でなんかやっぱりなんすかね、その東のヒップホップっていうと、はい、やっぱナズっていうかウータン、うん、ウータンがやっぱ当時は引っ張ってたって感じがあって、
って、それの好きな人がどんどんナズを聞いてったみたいなイメージがありますね。で、そのうちなんやらかんやら言ってて、まあその LA のヒップホップも出てきて、そのあんまりなんか東西がどうのこうのとかって、それどうだったんですか？そんな空気もなかったんだけど、結局だからそのドレとかスヌープとかが、はい、まあ、スヌープかな、やっぱ、まあそうですよね、うん、ドギースタイルとかのスヌープがやっぱりバッて売れてって、一般的な話ですよこれ、た時にそっちが売れれば売れるほど、はい、東もクローズアップされていくみたいな、なるほど、多分そういうイメージだったんじゃないですかな、なんかで、なんかじゃあ東はなんか対立軸を立てないといけないじゃない。いや、そうそうですね。そう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 。結局東でヒップホップが生まれたと、まあ東の人たちは思ってて、うん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 、で西の人たちがそれ、まあギャングストラップというか自分たちのスタイルを作って、うんうん、でそれこそそのイルマティックとかってもうそれの回答みたいな感じじゃないですか。うんうんうん、そのギャングストラップ、西のギャングストラップ、東のもともとのヒップホップでギャングスタラップというか、うん、ストリートのこと歌うんだったら、うん、こういうアルバムになるみたいな、うん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 、だそれまでって結構やっぱパーティーチューンというか、うん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 、そういうヒップホップが東はあったと思うんですけど、うんうんうん、なんか、まあ、全部ね後から聞いてとか調べたりとかしてる知識ではあるんですけど、うんうん、いやいやいや、うんうんうん、まあ一応なんか 若くってめちゃくちゃラップが上手い人みたいな、あ、まあ、ラキムのそれはよく出てきますね、なんかちょっとこう流れみたいな、はい、そういう、そう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 、売り出し方だったよね。うん、でなんかやっぱ、あ、ごめんなさい、俺はでもやっぱセカンドからある程度一般化してったっていうイメージがあるかな。ああ、なるほどですね。うん、なんか徐々に徐々にみたいな、っていうことなんで、ね、感じじゃないですかね。うんうんうん、まあ、まあもちろん今聴いてもいいアルバムですね。あと僕これの、うん、この時代のいいとこ聞きすぎちゃってね、まあ、聞きすぎてるところもあるんですけど、うん、曲数少ないじゃないですか、うん、9曲とかだったんですけど、40分とか、多分それカセットテープのね兼ね合いがあってその曲数になってるらしいんですけど、今のアルバムって多すぎるとこもあるじゃないですか。多いです、多いです、ね、それがそのコンセプトで作ってその曲数だったらいいんですけど、なんかもういっぱいあるからとりあえず入れたみたいな詰め込んどくみ、うん、とこもあるんで、まあ、そういう意味でもすごい聞きやすいのかなっていう、あ、まあ確かにですね、あるかもしれないですね。で僕これ紹介して聞いてと思ってたんですけど、うんうん、1時間で収まらなさそうな感じするんで、うん、喋りながらも行こうかなと思います。ああ、いいですよ、うん、1曲くらい聞いたり、1曲聞きましょうか、じゃあ、うん、まあカットするんでね、10秒ぐらいとか、10秒ぐらいはい、では早速せっかくなので1曲聴いていきたいと思うんですけど、うん、まあ、何を、うん、Live the Bitch。 ああ、はいはいはい、はい、うん、これってさっき言ってたその Q-Tip とか、プリモとかと違って LES っていう、まあ、ちょっとあんまり多分聞かないプロデューサー、うん、たださっき言ったイズワード・リトン、うん、ライトンのアルバムにも結構曲を提供してくれたので、僕結構好きなプロデューサーで、なるほどね、はい、なので今日はこの、ナズの、Live the Bitch を聴いていきたいと、はい、思います。まあいいよね。いや、いいですよね。偉大なる定番感。偉大なる定番。久しぶりに聞いたな。ですよね。で、これ、まあいいね。ナズのお父さんが、オルダラね。はい、オルダラが、うん、参加もしてたりとか、サックス吹いてる。え、そうなの？そうなんです。これサックス吹いてるんですよ。あ、
知らんかった。なんかその辺とかも面白いかなっていうのと、オルダラのが好きですね俺。あ、そうなの。いや逆に僕オルダラあんま詳しくなくて。えアルバムとかも出るって。出てます、出てます。そうなの。めちゃくちゃかっこいいですよ。いやぜひこういうのがやっぱり、っていうか、はい、そうだそうだ、オルダラはあれなんだったっけ、なんかまあちょっとなんか泥臭いような感じ、のイメージですね僕も、うん、感じなんですけど、なんか懐が深いし、もうめちゃくちゃいいミュージシャンですよ。あ、うん、そうなんですね。そうそうそう、まあだから、うん、あのイルマティックで俺参加してるの、それ は初耳でしたね。あ、うん、みたいですね。うん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 。まあでもこういう話が聞けるのもやっぱりこういうちょっと違う人は来てくれないとやっぱ引き出されないものなので、すごいありがたいです、ね。なんかね、だからそのもうめちゃくちゃやっぱり名盤だし、なんかさ、藤子不二雄で言ったら常盤荘みたいな感じでしょ。ああ、そうですね。要はトラックメーカーとか、はい、そうですね。なんか。なんすけど、当時のそのインパクトみたいなとこで言ったら、そのこれがバーン出てきて、うん、彗星のようにドバーンっていって、うわーみたいなのっていう感じでもなかった。ないってことですね。じわ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 、うん、でも逆にだから本当にいいアルバムだってことです。あ、そういうことですね。もう今でもこうやって僕がこうやって紹介してたりとか、いろんな人が紹介してるってことですもんね。うん、だからバーンって跳ねない方がいいんですよね。あ、こういうのが一番いい。はいはい、確かにそれはありますね。まあいいんじゃないですかね、はい、この赤いセンタースリーブでナズって書いてあると身が引き締まります。いや、そうですね、すっげえ売ったもんだって。あ、そうなんですか。何百枚と。いや、重いさ、はい、の持ってもう仕事しか思い出さない。でも当時はやっぱイルマティックも何枚もあったんですか。なんかイルマティックはそんなにだから、そうか、でも売れてないから、うん、でもナズイズライクかな。あ、ナズイズライクの12インチはめっちゃ売ったかな。あれも高い、うん、確かにラベルですね。そうですね、もう何枚も何枚もね、一人でなんか、ね、10枚とか買って人もいたし。あ、そうそうそう、2枚使いの練習とか。あ、そうですよね、うん、はい、これが1枚目。まあ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 、でもまあまあ、さすがに納得ですね。納得の1枚かなと。納得、はい、納得いかんかったら、はい、ちょっとあの物申します。そうですね、それもやっぱりいいところですよね。はいはい、まあまあ世代間のあれは